警察官用のホイッスルホイッスルは楽曲の演奏や注意、警告などを目的に、機体の流れを利用して音響を発生させる装置で、いわゆる笛の一種である。振動が発生するメカニズムは、リコーダーと同じであり、共鳴が発生するメカニズムは、オカリナと同じである。楽器とみなした場合、唇の振動を用いない、吹奏楽器なので、旧来の楽器分類法では、 金属やプラスチックで作られていても木管楽器に分類され、ザックスホルンボステル分類では記名楽器に含まれる。これに類似した音を電気的に発生させる器具もあり、こちらは電名楽器に含まれる。スポーツ用のホイッスルは主にイギリスでコルク球を内蔵させたものを中心に発展した。1980年代後半にカナダで コルク球を内蔵しないホイッスルが発明されたことで音の立ち上がりが遅いあるいは内部のコルク球が引っかかるといった問題が改善された。スポーツ主に審判員が選手に対して試合開始、試合終了、あるいは試合を停止再開の合図を送るために用いる。スポーツホイッスルには審判用ホイッスルとコーチング用ホイッスルがある。楽器警備、交通整理、 交通取締まり、警察官などが警告、指示のために使用する。鉄道車掌及び駅員が発車の合図、あるいは危険な行為の静止のために使用する。車両の走行音や駅の混雑中でも音が聞こえやすい。P ホイッスルが主に用いられる。バスバスガイド及びバスターミナルの誘導員が交代時の誘導のために使用する。バスの走行音の中でも音が聞こえやすい。 p ホイッスルが主に用いられる。a b c d e f g h i j モルテン、競技別ホイッスルの世界。2014年5月21日閲覧。ありがとうございます。